はい、こんにちは、りほこです。はい、今日は乙女ゲームや少女漫画でよくある個人的に私が好きなときめく夏シチュエーション10個紹介しようと思います。イエーイということで今回は浴衣を着てきましたもうここ最近夏祭りとかもなくて浴衣着る機会って本当にないんですけど、というかそもそもコロナが流行り始める前からあまり夏祭りとかに行く人種ではなかったので、そもそも夏祭り自体にあんまり行かなくって、で個人的にですね、夏祭りデートにすごい憧れがありまして、生まれてきてから一回も夏祭りデートをしたことがないんですね。だからすごい乙女ゲームとか少女漫画とか見てて、夏祭りイベントが起こるとすっごい燃え上がっちゃうんですよ。きたーみたいな感じで燃え上がってしまう傾向がありまして、すごい私の憧れでもあるんですけど、今回は夏シチュエーションの中でも夏祭りバージョンっていうことで10個紹介しようと思います。はい、結構個人的にベタなシーンが好きなので、多分これよくあるとかありそうみたいなシーンが多いと思うのですが、よかったら見ていただければなと思います。はい、ではまず1つ目、大好きな彼とその仲良し集団で夏祭りに行くことになり、張り切って可愛いって思ってもらいたいので浴衣を買うのですが、当日夏祭り一緒に行っても可愛いって言ってもらえなくて、なんだか目をそらされてしまい、なんだか似合わなかったのかな、変だったのかなと悩んでいたところ、帰宅してからメッセージが来て、今日はありがとう、似合ってたよっていう連絡が来るシーンこれ結構好きなんですよね。結構少女漫画とかでもありがちだと思うのですが、みんなの前だから可愛いって思ってたけど男の方が言えなくって、で、あまりの可愛さにちょっと目も合わせづらい、いつもと違う姿に目もなかなか合わせられず、ちょっとなんか目そらしちゃったりとかしたけども、やっぱり可愛かったよっていうのを後から伝えるみたいなシーンがすごい好きです、はい。まあ、正直実際だったら、まあ、直接ね可愛いって言ってくれた方が嬉しいのですが、これはまあ漫画とか乙女ゲームとかだとこういうシーンも好きだなということでお話をしました。2つ目、大好きな彼と2人で夏祭りデートに行っている時に、花火の時間も近くなってこう人混みに溢れてしまって、なんとか君が先に行っちゃうっていう時に、はぐれるから手つなぐよって言ってくるところこれすっごい好きポイントなんですよ。結構ね本当に乙女ゲームでもよくありがちシーンで、まだ付き合ってないからこう手とかねなかなかつながないと思うんですけど、この付き合ってないけどはぐれるから手つなぐよみたいな感じで、あ、つないじゃったみたいなシーン、めちゃめちゃときめきポイントですね次、3つ目、お祭りで射的をやってまして、なかなか頑張っても取れないところ、それを見ていた彼がこう後ろからこう覆うようにこうジェスチャーしてくれて、こうやるんだよ、えい、バンみたいな感じで撮ってくれるシーン、これもねたまにあるんですけど、この付き合ってないけどこう教えてくれるためにこう肌が密着してこうやるんだよみたいな、でしかも撮ってくれるこのかっこよさアピールポイントみたいなのがね、すごいアドバンテージしかない。でそれに続いて4つ目、その射的で撮ってくれたものを、なんとかくんすごい撮れたねって言ったところ、これ欲しかったんでしょ、あげるよコンみたいな感じでぬいぐるみとかちょっと頭にポンってやるところこれもときめきポイントで、これは実際なんかクレーンゲームとかでもいいんですけど、代わりにこうパンって当ててくれたけど、正直まあ自分も欲しいじゃないですか。でそれをこうなんか欲しかったんでしょ、あげるよみたいな感じでくれて、なおかつなんかぬいぐるみとかだったら頭にポンってやってくれると、なんかキュンってなっちゃう5個目、お祭りで普段下駄履き慣れてないので足が痛くなってしまうのを察した彼が、ちょっとここで待っててって言って、お祭りの端とかにこう座らせて、でその時の女の感情としては、どこ行っちゃったのかなみたいな不安に苛まれてるところ、さっき食べたいと思っていた綿飴とかをこう持ってきて、買ってきたよってこうくれるところ、これも多分よくある、なんか足こうちょっと引きずりながら歩いてるのを察してくれて、でまあちょっと不器用な彼なんですかね、こうちょっと座ってなみたいな感じでこう座って、えなんで一人にするのみたいななったところ、こうさっき食べたいと思っていた綿飴とかをこうパッて持ってきてくれるみたいな感じのシーンです、はい。次もちょっと似たような感じになるのですが、6個目、もうすぐ花火の時間も近いのに、普段履き慣れてない下駄履いてたもんだから鼻緒が切れてしまって、そんな時にこうおぶってくれて、恥ずかしいよやめてよとか言いながらも、こうなんか無言でこうおぶってくれて、であんまり人気のいない神社とかのところにこう連れてってもらって、
こう大丈夫みたいな感じで優しくしてくれてるところに花火がヒューバーンって降ってくるところ、これも実際だったら人混みでちょっとおんぶって恥ずかしいと思うんですけど、乙女ゲームとか少女漫画だったらすっごいときめきポイントで、なんか足痛くて鼻が切れちゃってもう歩けないよってところにこうおぶってくれて、しかもなんか人混みが少ない、よくある、これマジでよくある神社のあの前の階段のところにこうやって座って大丈夫みたいな感じでやってくれて、で花火がピュンパンみたいな感じでここでも見れたねみたいな、ここすごい綺麗に見えるねみたいな感じの、すごい好き次7個目はこう花火がヒューバンヒューバンって待ってるところ、彼の方から言いたいことがあるんだって言って告白してくるのですが、花火の音に邪魔されてしまって、え、なんて言った？聞こえない？ではなくて、女の方は聞こえてるんだけど、あえての、え、なんて言ったの？聞こえないんだけどってちょっとなんかあざとく言うところ。本当は聞こえてるのに、もう一回言ってみたいな感じで、小悪魔っぽく、もう一回言わせるというか、本当は聞こえてるけど聞こえないっていう、なんか分かるように言うの好きですね。魔性の女感があって好き8個目はその続きなんですけど、聞こえないよって言ってもう一回実は好きなんだって彼から告白されたところに、返事として女の方からチュッてキスするところ、これは結構女よりも男側からする方が結構ありがちではあるのですが、ちょっといたずらっぽい笑みを浮かべてる系女子だったら、なんか女の方から返事としてチュッて軽くやってほしいこれはもうなんか妄想入ってるかもしれない次9個目、こうリンゴ飴をお祭りで食べていて、まあラムネ飲んでるとかそれでもいいのですが、こうリンゴ飴を食べていて彼から美味しいそれみたいな感じで言われて、え、美味しいよって言ったら俺にもちょうだいって言って、こう横から一口食べられちゃう、でうわ関節キスになっちゃうドキドキみたいな感じのシーン、はい、これも現実でやられたら多分付き合ってないのにってなると思うんですけども、少女漫画や乙女ゲームだとなんかすごいドキマギしてそういうシーン好きです。しかもなんかリンゴ飴が出てくるそういう作品好きなんですよね。なんかリンゴ飴かわいい映える次10個目、付き合ってなかった彼とこうお祭りに行って花火打ち上がってるところで告白をされ両思いになって、帰り道こう手をつないで歩いて帰っていたところ、夏休みが終わって学校が始まった時にみんなに、ねえねえ夏祭りの帰り手つないで歩いてたでしょあれ何みたいな感じでチヤホヤされているところ、女の方はえどうしようどうしようみたいな感じでうじうじしていると、彼の方があの子と付き合ったからみたいな感じでみんなの前で告白してヒューみたいな感じで盛り上がるシーン、これは学園ものに限定されてしまいますが、なんか帰り道でこう手つないで歩いているところ、なぜかクラスメイトに見られていて学校が始まるとめちゃめちゃ噂になっているみたいな感じのシーンが好きですね。でそこでこう女の方がちょっとうじうじしていると、男の方がしっかりクラス全員に聞こえる感じで、いや付き合ってるからみたいな感じで言うとかっこいいってなっちゃうはい、という感じで、好きな夏祭りシチュエーション、まあ、妄想も入っていますが好きな夏祭りシチュエーション10個の紹介でした。ぜひねみんなもこういうシチュエーション好きとかあったら教えてもらえたらなと思います。結構個人的にベタなシーンが好きなので、もうベタ全開やったと思うのですが、見てくれてありがとうございました。はい、今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。